今回は簡単な動画を Twitter に投稿する方法の紹介です。使用するソフトは、録画には OBS。音声作成はソフトーク。動画編集は AVIUTL を使います。AVIUTL はバージョン1.00。拡張編集と X264 の出力プラグインも導入しておきます。Twitter の投稿になるので、スマートフォンでの視聴を想定し、文字は大きめ。さらに画質にも限界があるため。 音声を追加します。それでは OBS で FTD の画面を表示する方法から解説しますまずは FTD を起動しますフルスクリーンよりウィンドウモードの方が画面の切り替えが不要になるため便利ですそれでは OBS を開きソース欄のプラスマークをクリックウィンドウキャプチャーを選択 ウィンドウから FTD を選択します画面を少し引き伸ばしたら完了です他には画面キャプチャーを選択すれば画面に映ってる映像を録画することが可能ですレイヤー方式で画面を追加できるイメージですね。 2つ以上のゲームを起動していても個別に録画することも可能です他にも APVKP というソフトを使ってキーボードの操作を表示したり イトラッキングを使って視線の表示、フェイスリグを使って VTuber 関係のキャラ表示も行えます画面を映すことができれば次に設定ボタンを押して録画の設定を行っていきます出力タブから録画項目の設定を行います録画ファイルのパスを選択しどこに録画したデータを置くか指定します 録画画質は高品質録画フォーマットは MP4 エンコーダは X264 で問題ないと思います映像から解像度の選択とフレームレートの設定を行います Twitter の PC 投稿であれば 30fps でいいと思いますまた シングルモニタ環境であれば録画開始と録画停止にショートカットキーを割り当てることで画面切り替えの短縮やフルスクリーンゲームの録画をスムーズに行えますそれでは録画を行います指定したショートカットキーを押すと録画開始マークが変化します 録画終了のショートカットキーを押して OBS 画面を確認すると録画開始ボタンに戻っていることが確認できると思います指定したファイルを確認すると動画ファイルがあると思うので開いて確認してみます FTD プレイ中に画面を切り替える場合は Esc キーを押したり E キーや C キーを押した時にマウスカーソルを枠より外に選択できるようになります 録画はこれで完了ですそれでは録画したデータを編集していきます AVIUTL に録画データをドラッグアンドドロップします左クリックしながらドラッグすることでタイムラインの移動スペースキーで再生されます動画に合わせて解説する音声をソフトークで作成します 字幕だけでいい場合は、この工程は省略します。こちらも、録音先を指定して、任意で他の機能もチェックします。注意点として、テキスト出力しても、AV や UTL 側では使用できませんでした。なので、字幕は手入力する必要があります。使い方は簡単で、再生マークを押して問題なければ、録音マークを押すと音声が保存されます。 今回は簡単な文章を先に作っておきますり。いいすね、指定した保存先に音声ファイルがあると思うのでこちらもドラッグアンドドロップで読み込ませます テキストはこんな感じで文字化けしてしてままいます。解決方法は分かりませんでした問題なければ次に字幕を挿入していきます右クリックからメディアオブジェクトの追加でテキストを選択します文字を打ってタイムラインをオブジェクトのところに移動すると入力した文字が見えると思いますサイズをドラッグして任意の大きさに変更します 文字の視認性をを上げるために枠を追加します。解説動画の場合だとちらつかない文字色にしておくのがおすすめですメディアオブジェクトの追加から図形を選択、そして四角形を選択しますサイズと重央比を変更して任意の大きさに変更透明度を少し上げて背景が見える程度にするかを設定します これでで読みやすす。い文字の設定は終わりですお好みで見栄えを変更します同じ場所に字幕を表示させたいのでテキストをコピーペーストします今回は手入力の作業になるので少し面倒ですが入力していきます マローンいいですね終わり字幕と音声の挿入は以上になります今回は非常に簡単ですが少し手間のかかる方法だと思いますゆっくり音声を楽に作りたい場合はゆっくりムービーメーカーを使った方が楽かもしれませんまたボイスロイドの場合はテキスト挿入が可能なので文字の手入力は必要ありません それでは、最後にエンコードを行い、ファイルを出力します。Twitter は、最大で2分10秒までの動画が投稿可能です。しかし、2分は少々長いので、90秒前後が好ましい場合もあると思います。動画の範囲指定は簡単で、右下のアイコン2つが、長さを指定するボタンです。左矢印が動画開始、右矢印が動画終了です。 範囲指定すると再生バーが小さくなったのが確認できたと思います。そしたらプラグイン出力から X264 を選択します。ビデオ圧縮から設定を行います。色い々ろいろややこしいので難しい場合はプロファイルから Twitter の設定にして自動マルチパスに変更しミニビットレートに設定するだけでいいと思います。 Twitter は仕様がよく変わるので何が正解かは分かりませんが小さいデータサイズで高画質のデータを投稿すればデータの劣化はある程度防げると思いますエンコードは処理を増やして動画を圧縮したり Twitter に適した動画形式にしたりといろいろ複雑なことができます慣れてきたら調べてみるのもいいかもしれませんエンコードが終了したので動画を確認してみます 以上が基本的な動画の作成になります他に気をつける点として音量バランスがありますこれは Twitter 分に音量注意と書いたり不安であれば全ての音量を30%程度にすれば大音量で投稿してしまうのは防げると思いますそしてこの動画のように シークバー飛ばしをしても何の説明かがすぐにわかるように画面上などに解説項目の表示をしておくのもいいかもしれません。以上で解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。